はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は PS5 のセーブデータをバックアップする方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初にセーブデータをバックアップするときの注意点について解説しておきますが、バックアップしたデータを復元するときは同じ PSN アカウントでしか復元することができなくなっています。例えばメインアカウントでゲームをプレイしていたとして、そのセーブデータをバックアップしたとします。そのバックアップデータをサブアカウントの方で復元して同じ進捗度でゲームをやりたいと思っても PSN アカウントが違うので復元自体ができなくなっています。あくまでバックアップしたデータは同じアカウントでしか復元できないので注意してもらいたいということと、複数のアカウントを持っているのであればそれぞれのアカウントでバックアップするようにしてください。ちなみにバックアップするやり方としては、 PS プラスのクラウドストレージを使用する方法、 USB メモリを使用する方法という2つの方法があります。これからそれぞれのやり方を解説していくので、自分に合うやり方をチェックしてみてください。まず最初に PS プラスのクラウドストレージを使用する方法について解説していきます。ただこの方法は PS プラスに加入している人しかできない方法となっているので、 PS プラスに加入していない人はこの後解説している USB メモリを使用する方法を確認するようにしてください。それではやり方を解説していきますが、 PS5 のホーム画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にセーブデータとゲームアプリ設定を選択してください。次に PS5 のゲームのセーブデータをバックアップしたいなら、セーブデータ PS5 の項目にある本体ストレージを選択してください。もしも PS4 のゲームのセーブデータをバックアップしたいなら、セーブデータ PS4 の項目にある本体ストレージを選択してください。次にクラウドストレージにアップロードの項目であることを確認し、セーブデータをバックアップしたいゲームにチェックを入れたらアップロードを選択しましょう。ちなみに過去にクラウドストレージにセーブデータをアップロードしていた場合は上書きするのか聞かれるので、はいを選択してアップロードを行うようにしてください。セーブデータのアップロードが終わると元の画面に戻るので、あとは画面を閉じてもらって OK です。ちなみに PS プラスの加入期限が切れてしまった場合、セーブデータはどうなってしまうのか気になる人もいると思いますが、期限が切れてから半年間までならばクラウドストレージに保存されるようになっています。それまでに再加入すればバックアップしたセーブデータが消えることはないので覚えておいてください。先ほど解説したやり方は手動でのバックアップ方法になりますが、 PS プラスのクラウドストレージを使用する場合は自動でバックアップできるようになっています。手動でバックアップする場合はどうしても手間がかかりますし、バックアップすること自体忘れてしまうことが多いので、もしもの時のためにも設定しておくのがおすすめです。それではやり方を解説していきますが、 PS5 のホーム画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にセーブデータとゲームアプリ設定を選択してください。次に PS5 のゲームのセーブデータを自動でアップロードしたい場合は、セーブデータ PS5 の項目にあるセーブデータを同期を選択してください。もしも PS4 のゲームのセーブデータを自動でアップロードしたい場合は、セーブデータ PS4 の項目にある自動アップロードを選択してください。次に PS5 の方を選択した場合はこのような画面が表示されるので、セーブデータの自動同期を選択してください。次に自動同期を有効にするをオンに設定し、セーブデータの自動同期を行いたいゲームをオンにすれば設定完了です。ちなみにクラウドストレージからセーブデータを復元する方法を解説した動画を今後作成予定なので、投稿された場合は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に USB メモリを使用してセーブデータをバックアップする方法を解説していきます。まだ USB メモリを購入していない場合は、今回はこちらの USB メモリを使用して解説していくので、同じものを使用するのがおすすめです。こちらの USB メモリは USB 端子だけでなく、ライトニング端子やマイクロ USB 端子、Type-C 端子というように切り替えて使用することができる USB メモリとなっています。これを使用すれば PS5 でスクショした画像や録画した動画を PC を経由せずにスマホに移動させることもできますし、 PS5 以外で使用する場合でも非常に便利な USB メモリとなっているので、まだ USB メモリを持っていないという人は説明欄の製品リンクをチェックしてみてください。
それでは実際のやり方を解説していきますが、まずは PS5 に USB メモリを接続してください。ちなみに今回使用している製品は USB2.0 で接続するタイプなので、 PS5 の前面の USB 端子や背面の USB 端子のどっちに接続しても OK です。 USB3.0 で接続するタイプの USB メモリを使用する場合は、背面の USB 端子が USB3.0 の端子になっているので、背面側に接続すると転送速度が速いのでおすすめです。PS5 に USB メモリを接続できたら、ホーム画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にシステムを選択してください。次にシステムソフトウェアの項目の中にあるバックアップと復元を選択してください。次に PS5 をバックアップを選択してください。するとしばらく読み込みが行われた後に、どのデータをバックアップするのか選択できる画面が表示されるので、セーブデータにチェックを入れて次へを選択してください。もしもスクリーンショットとビデオクリップもバックアップしておきたいのであれば、スクリーンショットとビデオクリップにもチェックを入れておくのがおすすめです。ちなみにここで注意点がありますが、 USB メモリに保存したバックアップデータを使って復元するときは、 PS5 が初期化されて全てのユーザーとデータが削除された後にバックアップデータを使って PS5 が復元されるようになっています。なのでセーブデータだけバックアップしてしまうと、実際に復元してみたらゲームとアプリのデータやスクリーンショット、ビデオクリップのデータが消えてしまい、セーブデータと設定のデータしか復元されなくなっています。ただ M.2SSD を使用しているのであれば、こちらは初期化されないので、ゲームとアプリのデータは復元前にあらかじめ移動させておくのがおすすめです。もしくは外付け SSD、HDD を使用しているのであれば、こちらにゲームとアプリのデータを復元前に移動させておくのがいいですね。もしも M.2SSD や外付け SSD、HDD を使用していないのであれば、復元した後に PS ストアからダウンロードし直したり、ディスクを挿入してダウンロードし直せば OK ですが、たくさんのゲームをプレイしていた場合はその分の再ダウンロードの手間がかかってしまうので注意してください。次へを選択するとこのような画面が表示される場合があるので OK を選択してください。次にこのような確認画面が表示されるので、問題ないのであればバックアップを選択してください。すると PS5 が再起動した後にバックアップが始まるので、終わるまで待ちましょう。バックアップが完了するとこのような画面が表示されるので OK を選択してください。すると PS5 がもう一度再起動するので、再起動が完了したら USB メモリを取り外してもらって OK です。ちなみに USB メモリからセーブデータを復元する方法を解説した動画を今後作成予定なので、投稿された場合は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることは可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。